皆さんこんにちは、よしみです。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日の動画はですね、お昼の手帳タイムを解説していこうと思います。今はお昼を過ぎたぐらいの時間なんですけど、今日はきっちりおやつを用意して手帳タイムに臨みたいと思います。皆さんもぜひおやつを用意してゆったり手帳タイム一緒にしませんでしょうか。今日の動画はオールアフレコになりますので、暇つぶしに聞いていただいても嬉しいです。では早速手帳タイムを取っていきます。この日はですね、結局1時間ほど手帳タイムをしました。ただこの動画では編集してカットした部分もあるので40分程度となっています。今書いているのがシステム手帳でバイブルサイズのミネルバボックスのノートタイプの手帳です。こちらが主に私の予定管理を担っていて、かなり重要な手帳となっています。今書いていることはですね、今日何をしたか行動記録を書いています。このミネルバの手帳は私の持っているというか今使っている手帳の中で一番重要で一番開く手帳となっています。で、このちっちゃなとじ手帳なんですけど、ポケットプランナーというとじ手帳で今日のタスクのチェックをしていっています。ミネルバのバイブルサイズとこのちっちゃなとじ手帳は毎日絶対開く手帳ですね。夜手帳タイムを取る時間があれば取るんですけど、もう疲れたから寝ようかなっていう時でも、ちょっとこの2つの手帳はちゃんと夜寝る前に開いて明日の予定をチェックしたりタスクを書き出したりしています。はい、私の解説が全然追いついていないのですが、今開いているのがディープで M5 サイズですね。この手帳も今すごく大好きな手帳です。このページは献立を考えているリフィールが入っているところで、今日のメニューは何かなとチェックしたりとか、土日はあんまりメニューを考えてないので何にしようかとか、ここに一緒に買い物メモを挟んでいるので書き足したりとかしてると思います。次にですね、 YouTube の記録のリフィールへと移っていきます。このリフィールには時々 YouTube のチャンネル登録者数を書き出したり、今日撮影しようとか明日撮影しようかなとか、編集した日とか動画をアップした日を記録しています。で、次が体調記録を書いているリフィルです。6月はあんまり体調が良くなかったっていうのと、簡単な手術をしてきたっていうのもあって、薬を飲む機会が結構あったので、体調の記録をつけようと思って6月から始めているものです。まあ、6月からやっているので始めたばかりなんですけど、だいたいこの1ヶ月毎日きっちり書けていると思います。この体調記録は7月も続けたいなと思っているリフィルです。具体的に書いていることとしては、睡眠時間と今日の気分、あと文章で今日どうだったかとか、
あとは薬とかサプリメントを飲む機会が多かったので、それを記録しています。私の場合なんですけど、体調記録って体調が悪い時とか期間はね書いていくんですけど、体調が元に戻ったりして良くなってくると途端に書かなくなるっていうことが多いので、まあ、もっと習慣づけられたらなとは思っています。まあでも飽きて書くのをね、体調記録を書くのをやめてしまったとしても、まあ、ページが余ってもったいないっていうことがないから、そこはシステム手帳のいいところだなといつも実感しています。システム手帳はね、パッて何か書きたいなって思いついたらパッてリフィルがあれば始められることが本当にいいなと思っています。今日はですね、ちなみに昼の手帳タイムっていうことでお菓子を用意してみました。やっぱりね、手帳になんか汚れがついたり紙を扱ってるので、なかなかお菓子を食べながらってあまりしないんですけど、最近私はわさび風味のお菓子、スナック菓子がめっちゃ好きでよく食べています。ただ手帳タイムには全然食べないんですけど、本当はねそれをチョイスしたかったんですが、さすがに手帳とスナック菓子はご法度だと思ってチョコを選びました。で、今めくっているシールの貼ってあるリフィルは、夜手帳タイムした時に今日の振り返りとして書いたものです。このね、シールを貼りながら万年筆で書いていくんですけど、結構楽しめています。最近に新しく追加したリフィルで、Amazon プライムとか Netflix で楽しみにしている番組を書き出したものです。次のリフィルが文房具で使い切り記録をつけています。使い切ったらここに記載していくっていう感じで、6月は今のところ3つ使い切りをしています。まあ、シールだったらすぐになくなると思うんですけどね。それを記録していくのが結構達成感があります。今はね、ちょっとしたメモを書いているところです。飲んでるサプリメントを飲み終わったので買わなきゃいけないとか、使ってみたいボディーソープとかヘアケアとかを書いています。ではここからはですね、私が今ハマっているピクミンブルームっていうスマホのゲームで6月の進捗をメモしていきます。ピクミンのことについては別でスパイラルリングノートも使っていて、そこに書いてはいるんですけど、この M5 でもね、まあ、下書きみたいな感じでメモとして書いています。
このゲームの中でね、デコピクミンっていうのを集めるんですけど、それがねすごく可愛くて、6月はどこまで集まったか、まあ、あらかじめスマホのねスクショを撮ってシールにして貼ったりとかしています。やっぱりね可愛いものを手帳の中に収めていくとかなりの癒しのページになります。こんな感じでね、スマホを見ながらどれだけピクミンが集まったかなってチェックしていきます。なんだこの時間はって感じなんですけど、癒しの時間として皆さん多めに見てください。ではちょっと見ても皆さんわけがわからないと思うんですけど、ピクミンの集まった進捗状況がチェックできました。 M5 タイムはねこれで終わりとなります。次がですね、推しノートのタイムに移っていきます。これもピクミンのことを書いております。ことはですね、まあ1日1日歩数をカウントしていくので、それを書き込んでいくのと、今日どれだけゲームの進捗があったかとか、そういったことを書いています。これはね、幸せハンコさんのシールとスタンプを使っていて、日付シールを作っているので貼り付けていきます。このゲームはですね、ゲームの中でお題が出されるんですね。こういうチャレンジをしましょう。例えば何歩歩きましょうっていうチャレンジが出されるんですけど、やっぱり歩いてなんぼっていうところがあって、ただねやっぱり6月は少し雨が多かったりして、なかなか歩けず、あまりゲームが進められなかったかなと思います。そのお題にクリアしていかないと、期間限定のデコピクミンが揃わなくなってしまうので、今週はねなかなか歩けなかったりして、全然ピクミンがね揃ってない状態です。このままだと揃わずに7月を迎えてしまいそうですね。ただ新しく来てくれたデコピクミンたちは印刷して貼り付けをしています。7月は7月でですね、新しい限定のデコピクミンが出てくるので、とても楽しみです。
このですね、ウィークリーに使っているペンなんですけど、カベコの万年筆で、インクはですね、カベコのカートリッジを使っているんですけれども、ブラウンの色味で書いています。はい。で、最近ですね、このシール収納ケースを100均で購入したんですけど、この中に推し活用のシールを入れています。今出したシール収納ケースなんですけど、結構入荷したらすぐに売り切れになるみたいで、なんかヤフーのトピックかなんかで見たので、ちょっと私も気になって購入してみました。あのケースの中には10枚ぐらい入るんじゃないかなと思います。ただ私みたいにいろんなサイズのシートのシールを持ってる人とか、大量にシールを持ってる人向けではないかなと思います。推し活用のシールはすべてセリアで購入したものなんですけど、いろんなデザインとか、それも種類がいっぱいあって、見てるだけで楽しいです。また、このピクミンのね、ところにシールを貼ってるんですけど、この子にはどういう言葉が合うかなとか、そんなこと考えながら貼ってるのが、本当に癒しの時間です。はい、ということでピクミンのウィークリーを書くことができました。こんな感じで6月はウィークリーをつけています。はい、では唐突に今日購入したものたちを紹介しています。まずはスタンプ台ですね。この紅色っていうのを買っています。あとモンチッチのクリアシール、あとですね、これ安かったのでおにぎりのシール、とあと BGM の大きめのシールを購入しました。これはね、家の近くにショッピングモールがあって、そこに入ってる文房具屋さんで購入しました。で、今日買ったシールたちをシール帳に詰めていく作業をしようとしています。このシール帳を作るときに、元のシール台紙からこのシール帳の台紙に貼り替える作業がめんどくさいかなとは思ってたんですけど、今となってみたらこの貼り替え作業がね、結構癒しの時間ですごく楽しいなと思って作業しています。こんな感じでね、大きめのシールを買いました。大
きめのシールはほぼ日カズンに貼りたくて購入してみました。ここに閉じてある剥離紙なんですけど、レッツさんの私のシールコーデ帳っていうリフィルで、まあ、両面剥離紙タイプになってるリフィルと、100均でただ買ってきたものをカットしたものを挟んでるんですけど、100均のものは裏が剥離紙じゃないものだったので、ちょっと今間違えたので貼り直しをしています。また見せてるんですけど、ごまちゃんとうさぎが可愛いですね。あとはモンチッチのシールも貼っていきます。これクリアタイプなんですけど、最近はねクリアタイプのシールがで結構よく買ってますね。次がおにぎりシールなんですけど、これがね、1枚198円ぐらいで安かったので購入しました。こんな感じでおにぎりシールもシール帳に追加できました。今日買った残りのシールはこのクラフトの A5 サイズのファイルにしまっていきます。ここにね元のシールが入って いるんですけど、シール帳からまあなくなりつつあってたら、このクラフトからまたシール帳にシールを移していくっていう感じで使っています。なので今パラパラめくってシール追加できそうなところはシールを足していく作業をしようとしているところです。ちょっと見にくくて申し訳ないんですけど、この今出しているこのテープっぽいシールなんですけど、これシルバーの箔みたいなものがついててすごく可愛いです。これですね、セリアで購入したものです。のシールなんですけど、この海の生物みたいなタイプのものもあります。
次に補充するのがこのシールなんですけど、動物が入ってるんですけど、これもお気に入りのシールです。このシールのこの緑の袋なんですけど、これがねそのままケースになるって書いてあって、散らばらなくてね、シールがすごく便利だなと思っています。このシールはマスキングテープ素材ですね。ただ100均じゃないです。あとですね、このシール、怪獣みたいなシールなんですけど、100均のシールなんですけど、なんとなく可愛いなと思って、このシールもお気に入りです。で、あとダイソーだと思うんですけど、このバルーンシールもね、結構昔からあると思うんですけど、このシールもお気に入りのシールで、ストックを何枚か持っています。あとは丸シールも追加できそうなところは追加していきます。最近なぜか欲しいなって思うシールが丸シールばっかりで、帰ってきてみたら丸ばっかじゃんってなることが多くあります。あとですね、これが最近購入した幸せはんこさんのシールで、使うのがとても楽しみです。最後にほぼ日カズンを書いていきたいと思います。6月の後半は見ていただいてお分かりかと思うんですが、少しだけ空白が目立っています。今ですねメモを書いてるんですけど、この日に終わったドラマがあったんですね。最終回だったので、そのことは書きたいので、そのことを書こうっていうメモをしてました。印刷したらね、かなり小さくなったんですけど、このボスの割る、牛乳で割るタイプの飲み物がすごく美味しくて感動したので印刷して今貼っているところです。これがねお猿のジョージのパッケージで、チョコバナナ味なんですけど、すごく私には好みの味で、2本買ったんですけど、なくなってつい最近また行ったんですけど、それがもうなくなってて、あー期間限定だもんなーってすごくショックでした。で、Amazon で24本で5000円っていうのを見たんですけど、すごく欲しかったんですが諦めました。さっきのシール帳に付箋のストックも作ってあるので、その付箋も使用していきます。あとちょっとこれも小さくて見にくいんですけど、作っ
ったシール、印刷したシールのこの水色のものなんですけど、これがねピクミンのグッズですね。それをアマゾンで予約したので、それも記録していきます。それがねピクミンの製氷機っていうのかな、製氷機とグラスがねついてくるんですけど、ピクミンの形の氷が作れるので子供と欲しいねって言って予約をしました。今使っているペンはツイスビーっていう万年筆なんですけど、ほぼ日カズンは特にどのペンを使うとかは決めていません。ほぼですね、その日使いたいなぁと思っているペンを気分で使ったりしています。まあ、ただ大体私はジェットストリームが好きなので、この今持っているこの4色のジェットストリームを使うことは多いです。ただほぼ日手帳は万年筆裏抜けとかしないし、書いててとても心地いいので万年筆を使うことも多くあります。この後ですね、用事があるので少し急ぎ目で書いていきます。で、この日めくりカレンダーの力も使って空白を埋めていきます。最近はですね、糊で貼るっていうのもめんどくさくて、ホチキスで留めるっていうことをしています。あとはですね、今日先ほど購入品を紹介したんですけど、そのレシートを貼っていこうと思います。ではですね、この手帳タイムもこの動画ももう少しで終了となります。今日もですね、ご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。